はい、皆様こんにちは。それではですね、ピザ屋のバイト最終回をやっていきたいと思います。カスタムナイトの AI レベルオール20ですね、これに挑戦していきたいわけですけども、最終回というふうに言っているわけであって、必ずこの収録で攻略していきたいと思うわけなんですけども、現状何度かプレイしておりますけども、全く攻略の糸口が見つかっておりません。4時ぐらいまでは行くんだけどね、5時の時点でやっぱ電力が尽きてしまう。どうしたのかね。早速行きましょう。レディーです。とにかくですね、何が難しいのかって今からお見せする作業をですね、見てもわからないとは思うんですけども、なんていうんですかね、クマがですね、非常にステルス性能が高くて、クマの挙動をですね、音を聞いて判断とかそういうレベルではなくですね、右の扉が開いている状態でカメラを見るとほぼ死にます。そういうゲームらしいですね、ここまで見ると。なのでカメラをチェックする際には必ず扉を閉める。じゃあカメラチェックしなきゃいいんじゃねえのかと思うんですけど、カメラをチェックしないと、キツネが死にます。キツネはですね、普通にブロックは簡単なんですけど、キツネがで何回かな、分かんないんですけども、1回は大丈夫なんですけど、多分2回目ぐらいにキツネにこちらを叩かれると大幅に電力を消費する。理由は分かりませんが、なので2回以上ですね、キツネに走られると済みます。多分2回だったですから、常にキツネをチェックしながら、クマを警戒して右の扉を必ず閉めなきゃならないということです。あとはこの襲ってくる頻度によって電力の消費が違いますので、これをミスった。ミスらないように一瞬でチェックして一瞬で回していかないと電力が持ちません。画面が落ちた。こういうふうにですね、ミスって画面外を押したりとか、ボタンを押せないと余計に電力を消費したりとか、余計に時間を食ってキツネの侵略を許してしまう。やばい、ミスった。このミスはでかい、後に響きます。もうキツネ出てきちゃいましたね。出てきちゃった。しまった、走られる。このワンミスが命取りになるかもしれない。ミス。こんな感じですね。喋りながらプレイはほぼ難しいというか、ささやき声みたいな感じになっちゃってますけど、そうじゃないと集中できないので、非常に実況向きではないですね。少し集中しましょう。ちょっとやっちゃった。記憶は来ねえな。手がおぼつかなくなってきましたね。ミスが多い。いなくなんね。やばいね。今の電気の今のひよこの襲撃はかなりきつい。なかなかいなくなってきた。まず1回目は本日1回目なので刀の人行きましょう。すごいな。48%2時。何してんの。
このスクロールがうまくいかないんだよね。もっともっと集中しろよ。もっと集中して、しっかりボタンを押すんだ。節電失敗してますね。ちょっと挟まれる状況がひよこが多かったのがきついな。電気は消えない。しっかり動け。縛れっちゅうの。始まってしまった。ねえ、開けちゃった今。クリーン。閉めなきゃダメでしょ。はい、今行こうとしたね今。危ねえ。だいぶひよこきついな。ひよこきついっす。こんな何度もこらえちゃうと。5時の時点で 10% 以上あれば勝てるんですけれども、どうでしょうかね。勝てるとは限らないよ。今まで一番惜しくてそんな感じだったかな。ここからの襲撃具合によるか。あー、くそ。やばいやばい、走られる。くそー、めっちゃ来るな。どれだけ。お、走るなよ、走るなよ。一回ぐらい走らせてもいいけど。なんかミスが重なるな。ミスが重なるな。10パーいかない。こんなもんか。こんなミスを連発するとやっぱり電気が足りなくなる。同時に到達しなかったか。走られた。このまましましょう。やられた。これでは狐が来ちゃう。まあこんな感じでだいぶミスが多かったので電気が足りなかったんですけど、このミスを減らせばあるいはクリアができるじゃないかなと。スクロールする際についついボタンを通り越してしまったりとか、閉めようと思って閉められなかったりが多くて、それが多分消費電力を上げる大いな要因。あとは襲撃率ですね。ガンガン襲撃されればそれはもう足りなくなります、電気が。そこはもう運の要素でしょう。なので攻略するには、まあ正確な、油回し、そして襲撃率の低さ、運ですね。これを考慮してもう一回いきましょう。はい、それでは続きをやっていきます。もう何度もやってきてます。そしてこのセリフももう何十回も言ってます。とにかくクリアは難しい。まあミスをして失敗っていうのももちろんあるんですけども、それ以前にもう大前提として運が悪かったら無理っていうか、運が良くなければ無理ですけど、最低なのがこのキツネがね、キツネが大体2回以上
こちらをに、迫ってくるともうほぼっていうか 100% ゲームオーバーなんですけど、最低の時は12時開幕から30秒で走ってきました1回目が。そういう時もあります。もう始まった瞬間に半分顔出してて、次見たらもう走る体勢に入ってる。それ機嫌次第です。こいつらの機嫌次第ですね。そうなっちゃうともう花からやる必要はもうないんです。あ、顔出しました。今回もあんまりいいパターンではなさそうです。というかぼやいてたんですけど、ぼや返すのはやめないよ。なんだこのいたずらの難易度。まだいる？ちょっとふざけんな。何してんだこれ。こんなことが起きるのか。びっくりした。あんなに長い時間ウサギを避けてみた。おかげで電力を大幅に消費した。これクリアできんのか。まあ1時なのにもうすでに走りたいと思ってるし、これは2000、今回は2000かな。まあ絶望は嫌いではないね。絶対絶命フロー面白い。この逆境が、逆境っていうのは跳ね返すためなんだよね。そういった意味ではこのシチュエーションは実況動画的には最高だ。でもこれがどうせボツになるんだなと思うとがっかりだ。いやー、まあ一応取ろうか。まだ1回目だ。こいつが走ってるのかね。くるぐらいだったらなんとか。だから肩回しとか。いや、電力が激しく消費してんな。この激しさたるや。長いね。そのまま一回カートに入ってくれ。スマホでね出てるので、PC を持ってない方はぜひスマホで遊んでみてください。スマホの方が難しいかもしれんね、操作がね。ボタンの押し間違いとか半端なさそう。ちょっと分かんないけどね、やったことないから。マウスもひたすら失敗しますけどね。失敗する原因の3割はマウス操作の原因。誤爆です。まあ何にせよ、実際プレイせずああだこうだいうふうによりも、実際プレイして遊んでね、一緒になってここはこうなんだよね、あそこはそうなんだよねっていうのが楽しいですね。見ると非常に何でもかんでも簡単そうに見えるけどね、やってみるとなかなか骨太だよ。骨太か、骨太、なかなかの骨太。13年。
3%か。きついな。なんだ今の動きは。なんで今動きは俺一瞬止まったんだ。多分緊張感だ。疲れてくると緊張感が半端なくなる。ちょっと見えねえからやめて。ここら辺が注意どころ。俺はいつもここで緊張して失敗をする。緊張する。緊張する。嫌がらせもすごい。緊張するな。頑張れ。震えるな俺の手。震えるな震えるな。大丈夫だ。何も怖いことなんかない。後で思う存分震えればいい。今は頑張れ。とにかく今ボタンを押すんだ。それだけでいい。それだけ。簡単なお仕事だよ。もう走ってこないだろ多分。いや、そんなことない。まだ走ってくるな。いや、もう走ってこない。いや、ちょっと時間がきつい。あと1分。違う。捨てくんなよ捨てくんなよ捨てくんなよ捨てくんな。まだ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 。よし、あと50秒。いや、もう少し待って、もう少し待って、お願い、もう少し待って、待って。お願いします。あと少し勇気をください。あと時間をください。朝になってください。お願いします。やったい朝が来た。いや、あれ解雇されたあれ、うわー、もうごめん、言わせてくれバカ野郎。もう難しすぎるわ。なんだこのゲーム。すげえ面白かったけど、これは死人が出るわ。もう最高のゲームでしたね。多分10時間ぐらいいったのかな、もっとか。すいません、もうちょっと暴言みたいに出ちゃって。いや、イラッとしたんじゃなくて、本当にすごい意味で、賛美する意味で、もうバカ野郎って言いたいです。このゲームは本当すっごい面白かった。最高傑作ですわ。こんなの言う。いやー楽しかった。もうこれでやっと寝れるわ。というわけでですね。7日間のバイト、そして AI レベルオール20クリアしました。皆さん、今までご視聴いただきありがとうございました。また次回、次の実況でお会いしましょう。さよなら。